7月14日放送の桜井、有吉、ザ・夜会で人気アイドルグループ嵐の桜井翔がジャニーズジュニア時代に反抗期があったことを暴露される場面があった。この日のゲストはタッキー&翼の滝沢秀明。桜井とはほぼ同期の関係でありながら、いつしか共演 NG と噂されてきた。13年ぶりの共演となった今放送では、二人きりになるのは初めてという状態で差しのみロケが敢行された。二人は不仲説を否定しつつも、ロケ先ではなかなか会話が弾まず、何度も沈黙した。それもそのはず、ジャニーズジュニア時代に桜井は今井翼と、翼勝組としてつるみ、一方で滝沢は松本潤や相葉雅紀、二宮和也と仲良くするなど、遊ぶグループが違ったという、確執があるという噂はジャニーズ事務所内でも流れていたそう。一年後輩にあたる生田と馬は、手紙を通じて、二人との付き合いは20年だが、一緒に話しているのを見たことがない。必死にジュニアを引っ張っていく滝沢くんと、へそピアスとカラコンをしてジャージ姿でレッスンに来て一番後ろの方から大人たちを睨みつけている桜井翔、仲が良いわけがない、でしょ、と当時を暴露した。この手紙を読んだ桜井は、当時を思い出したのか恥ずかしそうな表情に、だが、滝沢は桜井の反抗期を全く知らず、知らない、と驚いた。桜井はその頃について、みんな同じような感じが、つまんねえなみたいな、と当時の心境を、告白。ジャニーズジュニアの中で別格扱いされ、プロ意識が高かった滝沢に対して、グループが違うだけじゃなくて、俺はちょっとタッキーのことを斜めに見てたと思う、大変さを知らずに変な感じになってた、と20年越しの思いを語っていた。これを見た視聴者は、ネット上に、なんか衝撃的だった、へそピアスとカラコン、尖ってたんだね、知らんかった。尖ってる頃も大事にしてほしい。貴重な貴重な時代。チャライ翔ちゃん好きだったな。月日が経って大人になった二人だから分かり合えたのかな。などとコメントしていた。